報道通信の笠井です。韓国の聯合ニュースによりますと、日韓が G7 サミットに合わせた簡略な首脳会談実施で暫定合意していましたが、日本側が一方的にキャンセルしたと伝えました。日本側が島根県竹島での韓国軍の訓練を理由に挙げたとのことですが、このような暫定合意は存在したのかも含めて、政府の、見解をお聞きします。ご指摘の報道は承知しておりますが、そのような事実は全くありません。このように事実に反するのみならず、一方的な反省は極めて遺憾であり、直ちに韓国側に抗議をしたところであります。その上で申し上げれば、今回の G7 コーンウォールサミットではスケジュールなどの都合により日韓首脳会談は実施されなかったと承知をしております。なお、サミットの場において、ごく短時間両首脳の間で、簡単な挨拶が交わされたと聞いております。